あの消費税、これは重要ですよね、皆さんの老後のために、社会保障のために、これ消費税、皆さんご理解ください、そういう話です、でも嘘です、嘘消費税はあなたの老後と関係ないし、消費税はあなたの社会保障とほぼ関係のない、そんな税金なんですよ、じゃあ、この消費税、一体何のために取られてるかっていう話を簡単にします。誰のために取ってるか組織票 企業献金、自分に議員バッジをつけてくれたり、自分たちの組織を大きくしてくれるっていうことに力を注いでくれる資本家のために消費税を取り続けてます、上げ続けてます。こちらご覧いただいているグラフ、何かと申しますと、消費税始まったのいつか知ってます？1989年なんですね、3%でこのグラフの左側。それから2016年までの間表したグラフなんです。真ん中はゼロ。 上に行けば行くほど、つまり青い面積が増えれば増えるほど、消費税の税収は増えていきます。下、赤い色が増えていけば行くほど、これ減っていくんですね。何が減ってる法人税収なんですよ。つまりは何かと言ったら、消費税収の約73%が法人税収の減少分の穴埋めに使われていたということがわかるものなんです。関係ないんですよ、あなたに。 ほぼほぼ関係ないんですよ、消費税、残念ながら。一握りの人間たちを得させるために、消費税集めてる、で、微々たるものの皆さんのために少しだけ使ってる、それが消費税です、で経団連、こう言ってます、消費税率を2025年までに19%まで上げろって、当然上げますよ、これまでいろんなことやってきたんだから、この国に派遣労働っていう。 スタイルが生まれたのも、派遣労働が解約されてきたのも、そして外国人の奴隷労働みたいなこともなされてることも、すべてこれら、資本家たちが望んだことを政治で形づけてきたんですよ、政治はコントロールされてます、50%しか投票に行かないという人たちのうちの、その全体の3割程度の支持者によって、この国の政治はコントロールされてる。 残りの50%、投票、諦めちゃってるけど、この先、このままいったらもっと国壊れますよ、一方で資本家たち、どんどん金、たまっていくんですね、これ、ごめん、最後にあれだけ見して、えー、もうボロボロだな,な、今日疲れたね。<laughs> ありがとう、あれ出して、疲れたねーで、これで出てきた、やるな、君、エスパーみたいな、ありがとうございます、何ですかえ、力貸してください。 この国変えててくれって話ありました変えたいんですよ、変えたいからこのことやってるんですよ、こんな格好悪いこと、部長,ね、部長も一緒に変えてください、ほんまに、お願いします、ありがとうございます、皆さんの方が圧倒的多数派なんですよ、資本家なんて少数派でしょ、本当は、圧倒的多数派が首が締まるようなことを資本家が作り続けて、勝ち続けてるっておかしいんです、私ね、資本家を倒せとか、大企業潰れるとか思ってません。 儲けてしししいい良くなって欲しい逆に言ったら、その一部しか良くならないような社会だったら、他が衰退するからダメなんですよ、それがこの25年、30年でしょ、全体的に良くなることできるんだよ、だってこの国の一番大きなエンジンは、みんなの消費なんですよ、個人消費、GDP の6割、このエンジンを最大化できるような政策を打っていかなきゃだめなんですよ、積極的に国がお金出していきながら、でもやってきたことは真逆。 一部の資本家を壊していくために、儲けさせるために、みんなから絞り取ってきて、さらにこの国の消費が弱って、需要、どんどん下がっていって、もうボロボロですよ、今や衰退国家です、この国も、だから今、変えなきゃいけない、悔しいもん、日本がこのままじゃ、だからやりたいんですよ、みんなと一緒に。